俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコアルです。今回はですね、新しく実装されたロイヤルパスですね。こちらをちょっと様子見していきたいと思います。これですね、なんかアップグレードがエリートになったらできるみたいな感じみたいなんで、とりあえずアップグレードしてみましょうか。まあ、そのアップグレードしたらなんかいろいろアバターももらえるらしいんで、とりあえずアップグレードすると。で、1800ですね。買うぞ、ロイヤルパス。おぉ、うぃー、アップグレード。オッケー、ロイヤルパス。おー、もらった。飛行機。飛行機もらったですね。なるほどね。あ、で、これで一気に21まで上がると。あ、やば。めっちゃ上がりますね。めっちゃ上がったっすよ。この辺とか。お、いいね。M16。M16 もらえるの嬉しいな。俺結構その、M16 をスナイプで使うんで、結構嬉しいですね。結構嬉しい、ほんとに。あ、なるほどね。ルローニンセット。めっちゃもらえるやん、これ。バカかよ、めっちゃもらえるし、相当もらえますね、これ。いろいろ、マジでこれいろいろもらえますね。これとか、あ、解放しとくもんですね、これも。あ、いっぱい、いっぱいマジでもらえますね。いっぱいもらえるよ、ほんとに。やばい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 。めちゃくちゃもらえるやん、これ。めっちゃ楽しい。楽しすぎだろ、これ。楽しすぎ、笑った、ほんと。これね、まあ、いろいろ、こうやってもらえるのが追加されてます。まあ、アバターとかも今まで、揃いづらかったですし、まあ、クオリティもやっぱり若干低かったんですけど、今回のこのロイヤルパスでもらえるものはですね、かなりこうやって色々なものがもらえますので、結構これはいいですね。あ、いいな、いいな。普通になんか、俺パブジーちょっとがっつりやってますよ感をですね、これで醸し出すことができますんで、これいいね。あ、一括入手できるやん、これ。オッケー。できました。なんか固まったですね。あんまりその、もらえすぎて、これ固まったですよ。これ大丈夫か？これ完全に固まっとるよな。これもらえすぎて。大丈夫なんだろう。ちょっとカットでお願いします。OK です。帰ってきました。まあ、結構ですね。そんな感じで、いろいろもらえたという感じでしたね。どんな感じ？結局。これとか。ああ、なるほど。あ、結構これセクシーだ。だいぶこいつ腰パンやけどね。うん。腰パンがお前すぎんか、これ。めっちゃ腰パンやね。あ、でもいい。結構いいですね。あ、完全これ変態だ。顔はちょっと見せてあげましょう。ああ、これ結構いいね。結構いいよ。これガーディアンの靴やろ。ああ、いいいいいい。めっちゃいいじゃん、これ。めっちゃいいね。マジでいい。銃とかは。持っとる銃は、これ持っとるんか。おー、M16。白だったらね、若干その、見えやすいんで、あ、まあ、なんとも言えないとこですけど、まあいいか。飛行機とかも、おー、変えれるんだ、飛行機。スキンがあると。あ、いいね。光学迷彩スキン。いいね。迷彩スキン。これつけていきましょう。エモートもね、結構いろいろ、僕追加されましたんで。あ、はい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 。これとか、首振る、拍手、突撃。あ、どうもこんにちは。投稿。これ面白いね。ありがとう。どん。お笑い。いいね。いろいろ、こうやって、追加されてるのは結構面白いですね。なるほど、なるほど。で、一応ですね、ロイヤルパスは、まあ、その、フリーの方もそうなんですけど、普通に戦闘することで、進めることもできるんですよね、いろいろ。戦闘で、進めることもできますんで、まあ、今からですね、ちょっと戦っていって、まあ、試しに上げてみようかなと思います。you
うしゃー、まあ、こんな感じで、ドン活していきましたが、これでなんか溜まるみたいですね。とりあえず、ロイヤルポイントがですね、溜まるみたいなんですけど、見てみましょうか。パスのミッションが、あ、これじゃあミッションクリアできないんや。ドン活したらできないのね。なるほど、なるほど。なんかこれあれですね。なんか、むやみやたらに、今みたいなプレイしても意味なさそうですね。クラシックモード2回プレイと、手榴弾3キル。うわ、手榴弾3キルか。なるほど。レベル3ヘルメット5回。1回で10人以上。うわ、今9人やったんで惜しかったですね。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、むやみやたらにするんじゃなくて、結構ミッションを確認しながら、プレイした方がいいのかもしれませんね。なるほど。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。